あの、うん、そうですね。あの、毒はあの建物を奪ったようです。しかも女性を襲っているとか。急ぎ倒しましょう。カジノを返して。私の大切な場所なの。やなこった。それより自分の心配をしたらどうだ？うん？お触りは厳禁ですよ、お客様。てめえ！イッツショータイム！絶対に許さねえ！あら、勝負継続をご希望かしら？当然だ。お客様がお望みなら。あの、お怪我はありませんか？私たちがお味方いたします。ありがとう。私はリオ、よろしくね。おかげで助かったわ。お願いがあるんだけど、カジノ、あの建物を一緒に取り返してくれない？ええ、もちろんです。もともと私たちは賊を倒すつもりでしたから。ほう、いいぞ。正面から攻めるのは危険そうね。賊がいなそうなあっちから攻めましょう。私、運の強さには自信があるの。でもなぜか最近ついてないのよね。今も賊に追われるわ、カジノも取られるわ。これじゃ勝利の女神の名が泣いちゃう。昼寝でもしようかな。お前ら何してる？敵がいきなり出てきたわ。やっぱりついてないかも。ほう、いいぞ。カジノは私の大切な場所。山賊なんかに荒らされたくない。絶対に取り返さなきゃ。あの建物、眩しすぎて目によろしくない。うわー、カジノだ。学生は入っちゃダメなのかな。ここは一度引くしかないか。わー、すごいです。真似してみたいな。雰囲気って最高。よし、ここで運を取り戻すよ。かかったな、やっちまえ。うわあ、ほほほ、また敵が増えちゃった。私ってば月にも見放されちゃったのかな。ほう、いいぞ。カジノはね、私たちディーラーの大切な場所。カードやルーレットでお客様をおもてなしするの。そんな神聖な場所を荒らす賊たちにはリオのハイパーキックをお見舞いよ。なるほど、最強を自負するだけのことはある。ほう、いいぞ。やった、カジノを取り戻せたわ。ここは私の大切な場所。絶対守りきってみせる。リオ様、ここはお願いいたします。私たちは外の賊を倒してきますので。
ディオにおまかせ。なんか月が巡ってきた気がするわ。みんな、あの敵を狙ってみて。うまく説明できないけど、いけそうな気がするの。よっ、鬼神両夫殿。手強そうな賊ですが、リオ様がおっしゃるなら試してみても。うわあ、俺が真の三国無双だ。腹がいっぱいで動けん。こんな時に敵が来るなんて。リオ様、すごい。本当にすぐ勝てそうです。あの建物の宝は俺たちのもんだ。こいつを食らえ。ラッキーチャンスの予感。私を信じて、あの兵器に突っ込んでみて。兵器が暴走し始めたぞ。やめろ、俺たちを狙うな。リオ様は巫女なのですか。怖いくらい当たっています。なんて凄まじい部。まさに鬼神ね。ほう、いいぞ。詳しく教えてくれ。リオ様が敵を引きつけてくださっています。この隙に棟梁を倒しましょう。なんとも強いのでしょう。さすがは英雄様です。では賊の棟梁ですね。急ぎ倒しましょう。まったく、カジノにお宝なんてないのに、きらびやかだから勘違いしてるのかな。本当にありがとう。あなたたちのおかげでカジノを取り戻せたわ。ところで、ここはどこ？カジノ以外見覚えがないんだけど。
オッケーよ。